はい、こんにちは。今日はこちらのギブソンのレスポール、そしてこちらのフェンダーのテレキャスターデラックスを比較していきたいと思います。結構どちらも似たようなところがあるので面白い動画になるんじゃないかなと思っています。また比較するにあたってアンプの設定とイコライザーは全て統一をしております。またギターのスペック的なところはちょっと長くなりそうだなと思ったので備考欄にまとめて書いておきます。それでは比較をしていきたいと思います。最初にクリーン、次にクランチ、最後にディストーションという流れになっております。それではご視聴ください。
ることなく目に見えた君のそば教えてくれた。